ミロ・バルボディッチは、クロアチアのサッカー選手。ポジションは GK。スプリトに生まれ、地元のハイドクスプリトの下部組織に在籍した。2006年にトップチームに昇格し、プロとなった。2007年に、NK モソルに、レンタル移籍した後、2008年から1、FC ケルンへ2シーズンのレンタル移籍、出場機会には恵まれなかったもののその後ケルンに、完全移籍した。 2010年10月15日に、ブンデスリーガ初出場。イゴールキーパーであったファリード・モンドラゴンが監督と、確執を起こす中でポジションを奪った形となった。2012年6月23日に、カラバフ FK に2年契約で移籍。2014年1月には、JL、エト戸 FC の練習に参加し、契約に至るかと思われたが、2月に、 SPVGG グロイターフィルトにセ跡シーチシーズンを過ごした。2015から16シーズンから無所属となったが、2016から17シーズンの10月に SV ホルンの練習に参加、その後冬にゴンダ周一の公認として加入した。ウィンターブレイク明けの2017年2月24日のカップフェンベルガー SV 戦でスターティングメンバーとなり、 エアステリーガでの初出場となった父親のゾラン・バルボディッチもサッカー選手。ありがとうございます。